放送機嫌だね。大丈夫か。あ、でも。ということで、おはようございます。ということでね、ちょっと垂れ流しですけど、枠だけ開きます。おはようございます。あ、コージおはよう。フランシス、桜もちもいらっしゃい。てか、コージ、今日誕生日じゃねえの。おめでとう。桜もちかんいらっしゃいね。桃次郎、ゴースライターもいらっしゃい。シモいらっしゃい。大体リスナーの誕生日覚えてんね。ユキナいらっしゃい。LINE 登録されてる人は。ダウナーもいらっしゃい。安藤豆もいらっしゃいね。アーカイブ見てた。ルミ、おはよう。まあ、ちょっと暗いですけどね。はい。もう最近さ、ずっとさ、暗い生活してるからさ、明るいのが眩しくて。眩しい。コージ今日ね、誕生日なんですよ。ペコポコランドいらっしゃい。眩しい。暗い方がいいよね。これぐらいの方が。なんか、部分的に明るいよりは。さっきちょっとさ、俺、放送、いろいろな放送回ってたのよ。ジョニー・デッパいらっしゃい。ニコ生から、ツイキャス、あと、ふわっちと回ってたんだけど、ふわっちはちょっとコメントできないから、コメントしてなかったけど、まあ、ツイキャスとニコ生行ってて、他の放送挨拶したりとかしてたんだけど、最近っていうかさ、昨日見つけた放送があって、昨日ちょっと放送楽しかった。昨日か一昨日放送が楽しかったから、まあ今日も行ったんだけど、そしたら、俺がまあ何もさ、コメント欄とか見ないでさ、俺挨拶したんだよ。こんばんは、おはようございますって挨拶したんだけど、そしたらさ、コメント欄が俺の話になってんだよ。なんだか知んないけど。なんだか知んないけど、俺も見なかったから悪いんだけど、空気読まなかったから、何も考えないでさ、なんか喋ってたから、その配信者がね、俺が挨拶をしたんだよ。おはようって。したら、コメント欄が俺の話で、俺の前科の話とかになってんだよ。もうさ、でさ、さすがにそこでさ、俺がいなくなるのもなんだからさ、その話が終わるまではとりあえずいたのよ。少しコメント打って、こうやって打ってたんだけど。で、やっとその話が終わったからさ、放送さ、そのまま出てったよ。居づらくて。なんかさ、コメント打つのも打ちづらいしさ、なんか、いっちゃ良くないのかなと思ってさ、他の人のコメントもさ、俺の前科の話は、あいつと関わるのとかさ、なんだっけ、13発やられるぞとか、なんかもういろいろ書いてあったのよ、マジ。そうね、なんかまあいろいろさ、もう過去にやったことだからどうこうじゃんとかさ、まあ未成年の方と俺が一応やったわけでしょ。ね、まあそのことについて、まあいろいろこうやって、その配信者の人とリスナーとこうやって意見交換じゃないけど、こうやってやってたわけだな。で、配信者は別に悪いこと言ってないわけよ。別に悪いこととか傷つくことは言ってないんだけど、まあ俺もいるしね。言えないじゃん。それは。ボレジョンソンいらっしゃい。まあでもリスナーがやっぱりさ、もうそういうこと書くからさ、言いづらくなっちゃって、抜けてきた。そんで、抜けてきて、やることないから放送枠開いただけです。マジで。かわいそうでしょ。本来だったら放送やってないんだよ。そこの放送言いづらくなっちゃったから、最近、もう昨日だったか一昨日見出して、あ、ちょっと面白いなと思ったし、独特の考え持ってるなと思ったしさ、言いづらくなっちゃった。ポリス・ジョンソンいらっしゃいね。でも俺その人と絡んだこともないんだよ。最近知った人だから本当に。最近出てきた女性の配信者なんだよ。ニコニコの。まだ若いのかな、なんか確か20歳って言ってた気がするな。今年21だか20歳とか、なんか23とか確か言ってたような気がするけど、X ジャパンいらっしゃい。まあ、他の放送で見つけてさ、大ちゃんマンっていうところの、大ちゃんマンの放送じゃなかったけど、大ちゃんマンっていうニコ生の配信者が出てる放送に行って、たまたま知ったんだけど、だからあれだね、やっぱ俺さ、匿名で書く、コメントを書くってさ、なんかやましいから匿名で書いてると思われるのが嫌なのよ。なんか自分の中にそういうのがあるんだよ。匿名で書くって、人の悪口を書いてるから、匿名で書くとか。だから匿名で俺書かないんだけど、どこのサイトも。まあ、ふわっちはアカウント出すのが嫌だから書かないし、まあ、ツイキャスもニコ動も匿名で書くことないんだけどさ、ちょっと、匿名で書こうかなと思い出したもん。さやかいらっしゃい。名前出しては、書きづらいね。やっぱりね、次から俺の話題になる可能性あるもんね。一回目ってさ、普通に名前出してコメント打ってる分にはさ、構わないじゃん。次の枠行ったらさ、今日みたいにさ、いきなり俺の話になってたらさ、俺も行きづらいよ、やっぱり。匿名でコメント打った方がいいのかなと思って。普通にさ。
放送に参加するだけだし。一応しょうがないね。今日髪切ってくる。今日、一日ね、一日一個何か物事をやるってことなんだけど、まあとりあえずは、昨日風呂入ったので、今日は髪切りに行ってくる。髪切って多分俺だな、髪染めれないな、多分。一日一個しか多分できないんだよ、俺。今。何も。だから、とりあえず髪を切ることだけ。切りたいよね。そんで、あさっては髪を染める。一日一個。もう、この髪切るのでさえ大変なんだもん。できれば今日もお風呂入る。そうだよ、今日。髪切ってから風呂入るのが一番だね。ベストは。どうせ、1000円カットだから。ね。お金がないから、1000円カットで髪切ってくるから、そしたらそのままお風呂入ればいいな。帰ってきたら。まあもうちょっとね。電気消して暗い、雰囲気でやる配信、サメちゃんもやってたら、サメちゃんとか、あ、私はいらっしゃい。サメちゃんとか、誰だっけ、キャロコもいらっしゃい。あと、なんだっけ、エセ関西とかね。暗闇の中で放送してるって言ったら。まあ、大体さ、男の配信なんて若い人の配信じゃなきゃ顔なんかいらないでしょ。じゃあ、シャックじゃない、今。出勤前、おはよう。ブナマ男子いらっしゃい。すっごいね、自分でゴミクズって名前つけるところが。そっか、みんな仕事だもんな、これからな。俺も、そうだ、俺もさ、青の特命さんいらっしゃい。昨日さ、他の放送を見ててね、男性の配信者なんだけど、19歳の男性の配信者を見てたのよ。なんか、その、まあ、昨日だかなんかに16歳の子が、俺に通話かけてきて、LINE で、ニコ生の配信者なんだけど、で、通話した時に、カツキっていう配信者がニコ生にいるので、それ、自分のマブダチなので、今度放送行ってあげてくださいって言ったから、昨日たまたまやってたから、そのカツキっていう人が。だから行ったんだよね。そうそう。そしたら、まあ、思ったより楽しかったっていうか、なんか、スナックかなんかで配信したんだけど、結構楽しくて、それが。立川のなんかスナックにいるって言ってて。それが面白かったな。なんか若い子の配信も俺合うかもしんねえな。ものによっては。年が近い人じゃないと合わないと思ってたけど。ああいうなんか、まあね、雑談とかは無理かもしんないけど。ちょっとなんか外配信してるとは別に見れるな。昨日なんだかんだ1時間はいないけど40分以上いたもんな。その人の放送に。髪切りってどうするか、なんか髪切りに行ったらついでになんかどっか出かけてるな。忍法にはもう絡まないな、つかニコ生の配信者に絡まないんじゃない俺、ニコ生俺 A 版じゃん。俺がニコ生で配信できるんだったらさ意味がまだあると思うんだけど、ニコ生で配信できないからさニコ生の人と絡んでもしょうがないと思うんだよね。だから俺ニコ生の人絡まないのよ。髪切ったらスッキリする。緑はさ、新恋はだから近いからさ、別になんか絡む機会があったらさ、お互い放送やったりとか片方放送やればいいけどさ、基本的に今のニコ生の人ほとんど知らない人だし、忍法だってさ、2回か1回ぐらい会ったことあるけど、まあ、絡まないだろうね、ニコ生の人は。共通する部分がないもんね、何一つね。髪切ったらすっきりするかも。髪ね、横と後ろね。横と後ろと、ま、上は半分ぐらい切るわ。スポーツ刈りをちょっと長いぐらいにする。緑近い。こっからは多分8分、10分ぐらい少ない家。この前家迷子になっちゃったけど、だいたい8分。駅の方だから緑んちは。8分ぐらいじゃない。まあ、見てるも忙しいでしょ、最近は。多分。自分の放送もしなくちゃいけないしね。どうするかな、今日、髪切るまで。
30日か。近すぎる。緑の日、緑に近いよ。今日どっか出かけるかな。明日からさ、ね、12月だね。え、31日？嘘。え、31日ないでしょ。11月はまずダウナー。11月は31日ないよ、うん、ないよ。10月だ。そうか、マラソンおはよう。そうか、ってことは明日からもう、うん、眠くけてた。もう明日から12月じゃん。年末年始も入るな。いやー、今年はなんかいろいろありましたね。出所してから、去年出所してからね。の前でいらっしゃい。出生してから、まあ、今年はコロナで始まり、コロナとインフルエンザで始まり、始まりが。で、寒い時期を乗り越え、配信して TikTok に7月の終わりから行き、で、今に至るでしょ。なんか何もしてねえな、そう考えると。ちまちで。3月ぐらいとか5月ぐらいまで、まあ、3月ぐらいまでツイキャスやる気出して、こうやってやってて、で、C5 とだんだん慣れてきて、で、7月に TikTok 行って、で、今に至るでしょう。何もしてねえな。そう考えると。トラブルが多かっただけだな。長野とさ、今回の黒光の件と。いつまでこの厄年みたいなのが続くんだろうな、俺。2019年、2020年でしょ。で、2023年でしょ。途切れねえぞ。1年か2年しか。それまではこんな悪いこと起きなかったんだけどな。ちょっとたるんでんのかな、俺が。ただ、上半期は怒涛の展開。下半期か、下半期。よし、おはよう。でもね、ダウナーすごい、なんかね、TikTok 俺見たんだけど、TikTok にすごいアカウントがあるんだよ。アカウントが。もう今日たまたま、昨日か、昨日寝る前に見つけたんだけど、たまたま動画見ててさ、こうやって、おすすめなの見たの。そしたらさ、黒ビカルのアンチのアカウントがあるんだよ。動画作って、動画上げてんの。昨日たまたまさ、こうやっておすすめの動画がかかって、つよってやってよってこうやって見てたんだよ。うん、そしたら、そう、黒光の、なんだっけな、なんだっけ、漢字で、あの、ゴミやびっていう、当て字でね、ゴミやびっていう4文字で、ゴミやびって、漢字のアカウントの名前のやつがいんのよ。それが、その、なんか動画を上げてる、あ、その、何車の運転とかの動画とか上げてる、うん。結構ひどい運転してる動画とか、そういうの上げてたりとか、まあなんかその、アンチらしいさ、動画作ってるなんか。うん、あれさ、まあなんで作ってんだろうな。なんか自分がやられてたのかな。なんか自分がね、お金騙されたとかそうなったらね、なんかわかるんだけどね。確実に。ね、家賃振り込んだって人もいるからさ、何人かね。あるよ。俺の動画は消されたけどね。俺の動画は上げてすぐ消された。マジやられた。上げてね、多分動画がアップされたのが多分30分後ぐらいだから、30分経ってすぐもう消されてたね。動画1個だ上げたんだけど、その何っけ、エンスマがなんでねこんな人数やめてっかみたいなこと上げてったんだけど、そしたら速攻消された。通報されて、同じ動画上げるとさ、バンにされたらさ、配信ができなくなるってことはあんまりないんだけど、TikTok の場合、動画上げて、動画がバンになっても、配信ができないってことはあんまないけど、最悪アカウントが削除されたら嫌だからさ。たっちゃんおはよう。
早いよね、まだ7時だもんね。俺が起きるのも早いんだよな。寝るか、もう一回。プッチおはよう。仕事行きたくねえ。俺も行きたくないよ。髪の毛切りに。仕事嫌だよな。これから働くって思うと嫌になるよな。ああ、今から仕事か。ああ、これやんなくちゃいけないな。あれじゃあ、こうだな。とか思うと、一日が長いんだろうな。職場で寝るのが一番いいかもな。そうしたら。まあいいや、放送終わる。またやるわ。今日、髪切ったりとかなんか落ち着いたらやります。うん。まあ、とりあえず朝の放送は、とりあえず体重がね、何キロ太ったっけ？2.5 キロ。2週間でね。これからもっと増やしていく、なるべく。うん。ということでお疲れさんです。また、突発的になんかやるかもしれないから、